まずは、ご自身の立場で構いませんし、思い浮かぶ範囲、私はこうだったというですね、そうするの構いませんので、企業と NPO が連携する価値って何なんだろうというですね、ポイントを今日は徹底的に残る時間にしていきたいと思いますので。まさに自分の企業や自分の組織を超えたつながり、またはその連携ができることっていうのが、そこから何が見出せるんだろうっていうのがやっぱり大事だと思いますので、なんかそこら辺をこう想像していただけると思います。なんとなくやっぱり出してみると見られて変化していく生活者の視点で見えてきたからまた変化していく、経営的な視点から見たら社会的な観点から見たから課題が顕在化するんじゃないかなと、そこに思いつかない方は企業のないものが変わるというところでは、例えば、子どもの経験者の方が社内の風通しを、よくするとか、まあ、もちろん子どものを通じて、さまざまな知識を向上できるであるとか、まあ、社員に実践が芽生えるというような、意見が出ました。でそして少し、対外的なこうよりこう企業の本業に近いところでは、これを通じてこう CSR であったり、まあ、新たなビジネス、ソーシャルビジネスなんかを考えるような、まあ、そういう想像ができるんじゃないかなと、ちょっと違うところでは、まあ、広報の部分でも、まあ、プラスになるんじゃないかなと。でそれは、次にこう地域の発展というところでは、まあ、もちろん、この子どもの活動をやることによってこう NPO が扱っているこう地域の課題、さまざまな、課題に、気がついて、まあ、企業の方も気がついて、まあ、それに対しても自分たちは何ができるんだろうなということを考える習慣がと生まれるだろうという話が出ました。で、さらに、企業と、地域、まあ、あるいは企業と NPO をつなげるっていうところで、両者をつなげるこう人的なネットワークもできるんだろうという話が出ました。で、まあ、最後に、少しこちらは NPO 側のこう得るものという話になりますけど、 NPO の方でもこう企業の方とも連携することで、まあ、なんか意識が高まったり、あるいはこう組織の負担が強化されたり、であるとか、まあ、NPO の、マーチングももっと支援されるだろうというような話が出ました。こちらのチームではこういう話が出ました。はい、ありがとうございます。じゃあ拍手で、はい。こちらの、この左側の3枚は、まあ、その個人に対する、まあ、いろいろ、意見が出ました。子どもをする人、もしくは子どもを受ける人という形で見たときの個人に対してどういった、価値があるでしょうかというところで、いろいろできるようになっています。で結構その多かったのが、やはりその、自分たちの、働くことに対する、まあスキルの向上であったりとか、あとそれからその、働くことに対するそのモチベーションですね、がやはり子どものという活動なり、もしくはその企業 NPO がつながることによって、新たにこう、調整されていくところがあるのかなというふうに思います。であと自分たちが通常の業務でやっていること以外の、かなりその専門的なところも、一緒に、事業者と組むことによって経験が深まって、さらに自分たちのスキルが上がるということがあります。であとこちら側の右側は、どちらかというと企業、もしくはその団体としての活動に対する意義とか、そういったところが、受験として出てきています。で、真ん中のところにあるのは、結構その企業の、ブランディングが向上するであるとか、CSR 活動がしているんじゃないのかというようなことが、もらったそのコメントとして思います。で、一番右のところがその、その意義、もしくはその活動に対する、意味を、こういうものになっておりまして、実際にはやはりその
お金以外 の、その新しい価値観というのが、あるんじゃないかということを、ここでは一番、言いたいところになるかなというふうに思います。はい、というのが我々の方の、意見でした。はい、ありがとうございました。今回あの進め方としては皆さんに出していただいたアイディアをあのどういったテーマになって挙げられるでしょうかという形で整理させていただきました。でまず1つ目、まあ、いくつもたくさん出たんですけども、1つ目ですが、まず、企業が出せる価値というところで、会社を取り巻く世界とのつながりをその活動した社員の方々は実感できるのではないでしょうか。なので、まあ、1つの自己証明のあり方ではないでしょうか。で2つ目ですが、やはりプロフェッショナルとして技術を提供させていただくという活動をしますので、その技術力の提供というのは大きな価値になります。3つ目ですが、参加される方々は皆さんあの自分のスキルはこんなスキルもあったんだと、新しい発見ですとか、新しいあの社員の別の部門の方とのチームワークのチームワーク力を身につけていきたいという形で、新しい人材開発というのあり方、教育方法の一つになります。また、4つ目ですが、まあ、社外の方と触れ合うことで新しい価値観ですとか、会社を成長させるアイデア、ヒントを得て、社員の方が戻ってこられる。ですので、企業変革のきっかけになるのではないかという形で、大きく4つテーマが上がりました。その後で5つ目のテーマが上がりにくかったんですけども、あの先ほどのチームでもお話ありましたが、企業としてはあの人脈の広がり、社内の方とのつながりができます。また、社外で活動することで企業のイメージとしてあのイメージアップにつながるのではないかというあの社外告知としての効果で、もう一つ目が活動に参加することで社会や地域に対する問題意識を会社として持つ方向に流れますということで、社内変革のきっかけになるのではないかということで整理させていただきました。はい、ありがとうございます。ここの範囲ではですね、個人からそして、組織に個人で最初関わることによって最終的には組織の方が盛り上がるという、ここから、団体の方への流れで、皆さんですね、企業が NPO と連携する価値というのを答えていただきました。まずはですね、他のところにも出たと思うんですが、NPO に関わることによって、その NPO 団体がですね、行っている業務とか、を通じてですね、やはり個人がスキルアップにつながるんだという部分が出ています。で、スキルアップと同時にですね、個人として新しい人たちに出会うので、人脈が増える。そしてもう一つはですね、NPO という今まで自分などを関わっていた企業と違う業種で関わることによって世界観が広がる。もしくはそこでは外国の人と触れ合うこともあるかもしれませんし、難病の方、難病を持っている方とですね、触れ合うこともあるかもしれません。そういう意味では世界観が広がるという部分がありました。まあ、これが個人で関わる、部分のメリットです。でその後、個人で関わることが、個人で関わることによってですね、今みたいにスキルアップだとか人脈が増えたり、世界観が変わる、そういったことのバックボーンというですね、自分の企業、専門的なその知識を持っているという部分で NPO と関わっていくことでですね、自分の会社に対しての誇り、仕事に対しての誇りが増えるという部分の、メリットとして出ています。で、こういったですね、個人の、誇りが会社に対して仕事に対しての誇りが出ることによってやっぱり企業としてのですね、新しく、そうですね、企業としての創造性が増えるということで新しくですね、企業のビジネスというのも広がるんじゃないか。そして、強いてはですね、そして個人が、誇りを持つことによってそういったところが働いている会社としての企業ブランドもアップするんじゃないかということを挙げています。ここから組織の部分が盛り上がっていくんじゃないか。そして最終的にはですね、その組織という部分がどこにあるかという部分に関わるんですが、その組織が存在する会社の部分のですね、周りの地域づくりだとか、そういった部分にも関係していけるんではないかという話がありました。で、もう一つなんですが、ここの話で最後まとめとして出たんですね、企業が NPO と関わることによって、こういった多くの個から組織に含めての多くのメリットを得ることはよくわかると。何かしらメリットを得れるんだろうと。しかし、じゃあ、どの NPO と関わってもいいのか。
という部分ですごく問題が出ました。何かしら例えばホームページを作ってほしいという企業に自分の会社がホームページを作る技術があったら、それでただ単に関われば全てこういったメリットを得れるのかどうかという部分ではすごく疑問を感じる。どの NPO に関わってもいいのかという部分ではなくて、 NPO の方もじゃあこういった、対価ですね、お金で表せない対価をしっかりと、明示できるかどうかが、重要ではないかという話がありました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、では参加します。もし箱会社になる企業さんですので、やはりその中国に対してもですね、ガスでこういう貢献できる場合になる。さっきあの地域性というのがガスのグループに出ましたけども、うまく企業さん、まあ、グローバル企業でもありながら、やはりそれを地域性に落とし込んでいた時に何が貢献できるのかという部分を感じていただくことで、まさにこっちのグループで出たように、そのいわゆる問題意識を社員の方に持ってもらうという意味では非常にあの面白い取り組みになるだろうと思っています。